ルチアポップ。1986年、ルチアポップは、スロバキア出身でオーストリアを中心に活躍したオペラ歌手。聖域はソプラノで、リート歌手としても録音、演奏に活躍した。本名は、ルチアポポバー。当初は演劇を学びにブラチスラバアカデミーに、通っていたがここでのレッスンを受けるうちに声楽を、志すようになる。1963年に、 ブラチスラバ歌劇場でオットー・クレンペラーの指揮による魔敵の夜の女王役でデビューを果たし、同年にウィーン国立歌劇場と契約した。以降、国際的にコロラトゥーラソプラノとして、その後はリリックソプラノとして活躍した。あでやかだが深みと張りのある性質が特徴的で品格のある表現によって評価が高かった。年を重ねるにつれて、表情に陰りを帯び、 ニュアンスに富んだ多感な表現を見せるようになった。オペラ歌手としては、モーツァルトの歌劇や、ヨハン・シュトラウス2世のコウモリを得意とした。一方、リート歌手としては、マーラーや、リヒャルト・シュトラウス、プフィッツナー、アルバンベルクなど、20世紀初頭のドイツリートの録音を残している。美貌にも定評があり、オペラ映像では七十年前後に、小鳥売り、皇帝と、船大工、 80年前後に、バラの騎士、コウモリ、売られた花嫁、魔キなどが残されている。ソフト発売はされていないが、来日公演のアラベラなどもテレビ放映され、評判となった。他国県出身だが、オーストリア人の母を持つため、ドイツ語もほぼネイティブであり、歌曲も含め、ドイツ系のレパートリーを中心に据え続け、70年代から80年代にかけて、 グンズラヤノビッツと共にドイツソプラノの代表的存在であった。1993年ミュンヘンで脳腫瘍により死去した。54歳だった。ありがとうございます。